BGW にてデスマッチリリー強打ジキチェンジャー182センチ97キロ塚本拓海。
掴むぞ。ちょっと出てよ、1時間5分経過、5分経過、迷いました。Thank you.
が人的がテレビスパースダメだぞ。石川祐希選手の勝利です。よっしゃ、勝ったぞ。おい、捕まった君、俺はあんたに散々今までやられてきたよ。でももうあんたに負けんのは終わりなんだよ。次の後楽俺が絶対防衛して必ずチャンピオンでまた俺札幌に帰ってくる。もっと気の利いたセリフ聞かせてよ。おい、なんだおら、余計なこと言うんだったらさっさと帰れよ、おら。おい、なんだおら、言ってみろおら、なんだおら、キラーパス出しやがってよ。ああ、おい、でも俺は捕まった組苦手意識は一つもねえぞ。ああ、試合で勝つのも俺だし、この先デスマッチでトップを走るのも俺だ。帰れ、おら。ああ、気の利いたことは言えなかったみたいだな。楽しみにしてるよ、この野郎。ああ、塚本拓海を倒してチャンピオンとして札幌に帰ってくるんで、その時も熱いご声援よろしくお願いします。はい、ついてきてよかったと思ってもらえるような団体に必ずするんで、これからも代表プレスの応援をよろしくお願いします。本日はご来場ありがとうございました。ノーコメントです。ノーコメント、特に感じるものがなかったから。はい、何かありますか。それは、まあ、ここ最近タイトルマッチ至る流れの、いや、まあ正直その何も感じることがないって言ったらすごいマイナス的な聞き方になっちゃうかもしれないけど、石川に興味があって石川に挑戦するって言ったその時からの気持ちが特に変わらないってことなんで、最上級だと思うんで、今は石川に、どんな、まあ今日は試合で負けちゃったけどどういうふうに変化があるかとか、ね、最後マイクでちょっと気の利いたセリフ聞かせてくれっつって言ったけど、キラーパスだなんだ、言ってたけど、なんかちょっと変化してるのかなと思う、そういった楽しみも今日味わえたのかなと思うんで、ノーコメントって言っときながらこれぐらいの気持ちがあるってことですよね。どんどん、まあ石川祐希に対してのこう興味とかそういう部分では上がってきてるんで、ただ上野の時に言ったことがね、やっぱこう前哨戦というものは僕はタイトルマッチまで石川とそんなに当たらなくてもいいかなと思ってたんで、むしろタイトルマッチまで当たらないくて、それを楽しみにタイトルマッチを迎えようかなと思ってたんですけど、まあこういった機会も与えられたんで、うん、その分存分楽しんで、うん、やり合っていけたらなと思うんで。よし、塚本拓海との前哨戦、今日もしっかり勝ちましたよ。直接じゃないけど伊藤隆二を倒したってのはでかいっしょ。
僕のキャリア初めてですよ。今日の勝ちも無駄にしないし、リング上でもね、キラーパス出していなくなりましたけど、あれじゃ僕の心は今は折れないですよ。ちょっと前だったら折れたかもしれない。でも今はあんなんじゃ折れないですよ。次の高楽、最後に勝って大会締めるのはこの俺だ。